セットと経済番組ビズワンが初めてコラボをして1時間番組をお届けしていこうと思います。ちょっといいですか、ビズワンチームめちゃめちゃ浮いてませんか。アウェー感をすごく感じるんですね。報道番組なんですけれどもね、普段だってもっと盛り上がらない固い番組なんですよね。今日ぐらいイエーとか言った方がいいんじゃないですか。言ってくださいよ。イエーイ。経済突き詰めていくとその先には社会環境とか自然環境に行き着くことが結構あるんですよね。だからそういった意味では今日コラボできるんじゃないかなと思って期待もしてます。ああなるほど、確かにそうか。この間、そういえば小泉環境大臣からなんか任命されてませんでした、うん、そうなんです。僕サステナビリティ広報大使っていうのをやっぱり任命されましたね。なんか、マシンガンズよりしっくりきます ね。あのコンビの方が嬉しいです。新しいコンビ組みたいですね。いろいろだから環境のことについていろんなところで、ね、お話ししたいだとかイベントとか出させていただいたりとかしてるんですよね、はい、めっちゃなんかイケメンじゃないですか。めっちゃイケメン、めっちゃイケメンだよね。かっこいいよね。え、もう実際見てどうでしたか。めっちゃイケメン。だって直で電話したりとかするんですよ。俺の携帯に電話かかってくるんです。なんてかかってくるんですか。小泉です。小泉どんなこと聞かれるんですか電話で。だから今度プラスチックが統一されるんですけれど、これはゴミ清掃員としてどう思いますかっていうふうに意見を答える。国の政策に関わってるわけですね。清掃員としては統一してた方がいいですよみたいな感じでお話ししたりとかするんですよ。まだまだお互いにいろいろ聞きたいところはありますけれども、今日はそれぞれの番組の名物コーナーがどんどんと出てきますので、どうぞお楽しみに。まず最初のコーナーは絶滅危惧種ハンターです。やったー。これまでリセットでは自然環境の変化などから絶滅の危惧に瀕している生き物を探し、その生態を守るにはどうすればよいかを考えてきました。今回は合体スペシャルということで、リセットチーム VS ビズワンチームでどちらが早く絶滅危惧種を見つけるかっていうのを勝負してきました。経済番組の看板背負ってますんでね、マーケティングとか分析力でちょっと勝負してきたんですね。どういたすのかな。今回探した絶滅危惧種はこちらでございます。はい、親にらみ。岡山県の絶滅危惧2類の親にらみという魚なんですが、あれ目が2つあるの。あれはそうなんですよ、いいとこに気がつきました。片側に怖い2つあるので、四つ目とも言われるとても貴重な魚なんですよ。果たして勝負の行方は。今日は川で絶滅危惧種である魚を探します。なるほどね、ただね、ちょっと待ってください、そちらのチーム着慣れてないですね。あれいつもスタジオでスーツですからね。ちょっと完全にアウェー感はあるんですけども、一番引っかかるのは何それ。それ何の自然を舐めてるんですか。いや、形から入るタイプじゃないんだよ。そういうことじゃないんですよ。影さんもこれ負けるわけにいきませんね。絶対負けちゃダメ。いや、これどの勝負よりも負けちゃダメ。今日は初挑戦のビズワンチームに負けるわけにはいかない。リセットチームの意地が見えたところで、今回探してもらうのは岡山県の絶滅危惧2類親にらみ。片側に目が2つあるようにも見えるが、一体どんな魚。岡山淡水魚研究会の柏さんに来てもらった。あの親にらみを私たちは見つけるんですけれども、あの全然どういった魚かっていう情報が私たち分からなくて、目が2つありますよね。これ目ですか、やっぱり。あの1、2で反対側に4つ目があるように見えることから、地方やったら四つ目なんていう名前で呼ばれてる。この親にらみっていうのは、あのお父さんがこれ卵を守るんですよ、で真剣な表情がやっぱりにらんでるように見えるんでしょうね、名前の由来がそこから来てます。そこから親にらみが、はい、来てます。イクメンで目が4つある不思議な魚。ギザギザの背びれも大きな特徴だ。舞台は岡山県赤磐市のこちらの川。どちらが先に四つ目の魚親にらみを見つけられるのか。いざ勝負。動画が来て
一回、一回なんとなくすくってみるわ。あ、そうしましょうか。とりあえずね、こうパーッとこうした時に早速川に網を入れ、あげる舵。カシワさんもゴミ拾った時にいるって。そうそうそう、ほら見て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 、ほらいっぱい、これ見ていっぱいいるから、これもういるんじゃない？え、これ南沼エビってエビで、これ親ニラミが餌にしてるエビです。見て、じゃあこの近くはいますか、いるかもしれないですね。はい、頑張ってください。親ニラミが餌にしているエビを発見。すると網の縁に妙なものが。え、これ何？なんかのうんこなんですけど。やだ。これヌートリアの糞です。ほんまに？はい、このヌートリアがいますね。ヌートリアの。はい、ヌートリア。ヌートリアがおる。ちょっと待って。ヌートリアの糞も捕まえてるわ。はい、でも親ニラミの餌も取れたからちょっと可能性はありますよね。そうですね。餌はここ大量にいますね。ね、これほら、はい、もう場所は追ってるってことや。もうここや。そうですね。行こう行こう。一方、ビズワンチームは2人で協力し、魚を追い込む作戦。せーの、よいしょ。あ、重たそう。持ち上げた。ちょっとふざけてるように見える。しかし。全く。楽しくて。全くで。ゴアス。確かに、でもここだけ流れがあるって流れ。収穫なし。あ、わかった。かと思いきや。あ、待ってください。なんか変な生き物いますよ。ほら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 、これこれこれ、あ、これこれ、トンボの、これ何それ、魚じゃない、魚じゃない、虫のような、あ、これあのちょっと僕も詳しくはないんですけど、これトンボの赤ちゃん、ヤゴ、ヤゴ、はい、そうですね、これ、あ、これが初めて見たかも、大きくなって、はい、トンボになるわけですか。そうです、そのすごいトンボの赤ちゃん。水の中大丈夫なんですか？水の中、あのトンボって小さい頃は水の中で小魚とかいっぱいそういう生き物を食べて育って、で水から上がって、あの浮かしてトンボになる。へえ。トンボって空飛んでるだけじゃなくて、水の環境が良くないと空を飛ぶトンボも増えないよっていう。なるほど、はい。一方、川エビを見つけて幸先の良かったリセットチームだが、いやでもこれはな、ちょっと待って、考えんかった、マジで。闇雲にあっても取れんよな。あ、でもこれ数いかな、しょうがないな。いないな。すると、あ、何持ってんの、何、ビズワンチームが怪しい動きを見てみましょう。追い込みますよ、私じゃ。何を飾ってるんですか？何してるんですか？え、ちょっと見ないで見ないで見ないで。ちょっと何ですかそれ？何持ってるんですか？牛乳パックなんですね。なんですね。なんですけど、これで魚のいる場所をこう覗いてしまおうと。牛乳パックにラップを貼って作った水中メガネ。これで川の中がはっきりと見えるというが。魚と目が合うって言ってたんですよ。だからこう近くで見ることで目は合うかもしれないんですけど、いかんせん効率が悪いですよね、これ。効率重視してる私たちにとって。ごめんよ。一生懸命考えたんだけど、その気持ちはわかるんですけど。セットチーム楽しそうだね。見える範囲が狭く非効率ということで、行き詰まった両チームは正しい取り方を教えてもらっていいですか？もうヒント出してる感じです。柏さんに正しい親にらみの捕まえ方を教えてもらうことに。魚って基本的に泳いでる魚は捕まりません。じゃあどういう魚を捕まえるかっていうところなんですけど、この川の中って草があったり石があったりしますよね。この物陰に魚って隠れてます。下からそーっと持ってきて、この位置ぐらいがベスト。で、こっちの網は絶対もう動かさない。で、こっからよく言うやつです、ガサガサです。おガサ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 って、あの追い出すようなイメージで、しっかり踏んでください。こうやって取ると、割と何か入って、まあ、エビばっかりですね、ここ。あ、でもそうやって入ってくるんです。いっぱい、あ、この時だけでこんなに入るんですね。はい、これはいいの聞いたね。え、できれば最初に聞いときたかったな。そうですね。今までの全部間違えてました。我々。あれ動かしまくってますよね。これはでも
お互い聞きましたから平等にね、この知識どうしたんですか。いや今ちょっとすっげー分析してる、シミュレーションしてる、今ちょっとすっげーシミュレーションしてたんで、今もう2匹ぐらい取れた気になってたんで、今ちょっと確かにずっと頭こうやって揺れてましたね、考えてましたね、すごい。わかりました。何の計算？取れました。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 時間もったいないから。失礼します。失礼します。強い。まずゆっくり刺す。刺す。深いですね、意外とそこ。追い込んでね。出てこい。追い込み量。出てこい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 。水草は取れてるんですけど、エビしかいないです。エビしかいない。ないですか。難しい。静かに。うわ、すごい。よっ。いきますよ。うん、大丈夫？こっち持とうか。ああ、魚らしきのはいないですね。簡単には取れないわね。その頃、カジの網に。これ、こいつ、これ、こいつはヤゴのちっちゃいやつですか。そう、いや、これあのトビケラとかカワゲラのカワムシってやつですよ。カワムシ、あのヤゴがいるところよりもっと綺麗な環境じゃないと、本物のヤゴがいるよりはるかにこの水が綺麗だなっていう指標の生き物ですね。キラキラと輝く綺麗な川、数々の貴重な生き物には出会うものの、肝心の親にらみには出会えないまま1時間半が経過。その時、あ、何、あ、おお、なんかすっごい入ってる、なんかいっぱいいる。ちょっと待って、いっぱいいる。そうだ、ちょっと見てください、見てください、なんかいます。動いてる動いてる、むっちゃ動いてる。え、います？え、いっぱいいますよ。嘘だろ、出た出た、え、何、いや、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、これ、ウチガエルのお玉ジャクシでしょ。いっぱいあるね。はい、ウチガエルのお玉ジャクシ、これ、足生えてる、足が生えてる。あ、もうカエルになる、はい、カエルになる、出たね。おお、カエルなの。シロさん、それ、一すくいでこんだけ入ったんですか。そんなことあります？重かったんですよ。ウシガエルはアメリカから持ち込まれた外来種だが、それにしても大量。すごいね。再び捜索を始めた両チーム。すると、またしてもシノダ穴からおたけびが。あれ、でも目がない。いやいや、魚、魚ですよ、魚。キラキラと光ってる。嘘だ、え、嘘だろ、来た、え、何それ、大きいぞ。カエルと、ちょっと待って、なんかめっちゃいっぱいいる。これは親にらみじゃないです。うわ、なんですか。これは違う、タモロコっていうモロコの仲間ですね。はい、これタモロコって言います。あの鱗がこの白いところまで黒いの点々が入ってるのが特徴。念願の魚をようやくゲットしたが、親にらみではなくタモロコという淡水魚。自然が寄ってきますよ。なんで俺の網だけにみたいな。い、はい、あの追い込んでるポイントがすごいいいと思います。はい、もしかしたらこれでもう一回言ってください。追い込んでるポイントがいいなと思います。ありがとうございます。褒められるの好きなんですよ本当に。はい、今やばいよこれマジで。追い詰められてますね私たちね。これは完全にやばい。頑張ろう。ちょっと本気本元ね。そうなんです。勝たないとね。そう、すごい、マジで終わった思った。あの魚は俺らが見つけたかったな、マジで。ねえ、魚いないからな。何にもや、やっぱもう何にも入らん。本家であるリセットチームが全くいいところを見せられないまま2時間が過ぎた。これで飯食ってんだから見っけなきゃ。飯食ってるわけじゃないんだよ。いないですね。本当に難しいですね。なかなかいない。いろんな生物はね、いるんですけど ね。そうなんですよ。親にらみだけ。これなんでなんですか、こんなおらんもんですか。昔に比べてその今これね、問題になってますよね、この川のこの、あの
のり面というか、はいはい、コンクリートブロックになってますね。昔はこんなところもずっとあの自然が残っとったと思うんです、はあはあ、で今歩いてもらったと思うんですけど、草があるポイントポイントしか魚多分隠れてないんですよ。その隠れるポイントがここずらーっとあったらいっぱいオニヤミが隠れることができるんです。川の側面のコンクリート化が進んだことで、親ニラミが身を守るために隠れる場所がなくなったことが、その数を少なくした一つの要因だという。さらにすごく愛好家の方がいらっしゃるぐらい人気の魚で、はい、あの自分で餌をあげると食べに寄ってくるような、そんな性格一面もあって、はいはい、持って帰られる方が多いかなっていうのが、まあ可愛いんだろうね。実は親ニラミは人に懐く性質もあることなどから愛好家がいるほど人気の魚。人による乱獲もまた親にらみの存続を脅かしている。あでもね、これだけ見つからないとね、本当に本物が見たい気がしますよね。見たい。これはあのリセットって結構2カ所目に移動すると見つかることあるじゃないですか。これはねあるんですよ、なぜかね。本当にあのダルマガエルの時もそうですよね。そうそうそうなんですよ。どこがいい、あの違う場所ってあったりします？そうですね、行きますか。行きます。あります。はい、ありますね。行きましょう。いいですか。わこれは行きますよ。ということで2カ所目のポイントへ。リセットチーム捕まえてよ。着きましたね。着きましたね。ここはどういう場所ですか？ここさっきのところよりももっと上流に登ってきて、手つかずの自然がたくさん残ってる場所です。先ほどの場所より北に上がったこちらのポイントは手つかずの自然が残っていて、親ニラミが隠れ場所として好みそうな草陰も豊富。すると捜索開始からわずか5分。あ、これなんですか？嘘やろ。ちょっと待って。いや、出ました。これです。はい、親ニラミです。親ニラミです。ちょっと待って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 。見たい。落ち着け落ち着け。これで逃げたらダメ。これで逃げたらダメ。これで逃げたらダメ。北村アナが絶滅危惧種親ニラミを発見。確かに片側に目が2つある。実はそのうちの1つは眼状紋といい、本物の目ではなく目の模様。柏さんによると、親ニラミは敵を威嚇するときに目の模様の部分を広げ自分を大きく見せるのだという。見たいですか？ちょっと見たい。ちょっといい？ちょっと見たい。見たいですか？ちょっと見せてもらっていい？あ、目が、あ、ほんまや。すごっ。こんなはっきりと気にしてるね。なんか後ろの方の方が本当の目のように見えますよね、光ってて、ね、確かに。これは本当の目じゃないっていう。なるほど。ただだからこれが5センチやから、そっちチームは5センチですね。これ大きさ競ってましたもんね。そうですよ。大きさやったから私たち大きいの、ね、取ればいいですよ、うん、大きさやったはずなんですよ、この勝負って。見つかるか見つからないかじゃなくて。そうだよ、本家のプライドがね。大きいの捕まえろ。するとそれから8分後。全然ほらいないんだ。あいましたいました。橋本さん、ごめんなさい。そうですね、はい、これ、はい、親ニラミです、はい、大きい。1匹目よりも大きく背中のトゲもしっかりある立派な親ニラミをビズワンチームが発見。これは完全に勝負あり。うわぁ、見つけたかったな。でも言うてもいないっすね、はい、そうですね。これだけやって2匹しか取れなかったっていうのは、ね、やっぱ数減ってるんかなと思います。あで、あのまず最初にこういう生き物がいるんだなっていうのをまず知ってください。なるほど。で知った上で、じゃあこの生き物が増えるためにはどうしていこうかなっていうのをみんなで考えていくっていうのが必要ですね。でまた、減っていってるのは親ニラミだけじゃないから、そうですね、絶滅危惧種っていうのがいっぱいおるわけで、やっぱそれをね今後また守っていかなあかんから。そうですね、これ絶滅危惧種っていうのはあくまで指標であって、それから見えてくる後のいっぱいいる種類の生き物、これ以外にもたくさんの生き物を守っていかんといけんなっていうのが大切だと思います。なるほどね。僕らが言うことじゃないんですけどね、
あの2人で見つけたというよりは4人で探したから見つかったんじゃないかなということで、非常になんかあのありがとうと感謝の言葉をね伝えていただいて上から来てる悔しい。今回ビズワンチームが見つけた2匹の親にらみ、河川改修による生息環境の悪化や観賞目的の乱獲などにより減少し絶滅危惧種となってしまったこの魚。はい、ありがとうね。はい、これからも元気に泳いでください。親にらみや川で生活する魚たちが安心して生きられる環境を私たち人間は守っていかなければならない。ということで結果はビズワンチームの勝ちでした。勝ってしまいました。もう今見返してもめちゃくちゃ悔しいですがね。だって VTR の8割が篠田さんの叫び声っていう本当にそうですよね、あの撮れた時もなかなか魚を見せてくれないっていうね。絶叫旅じゃんっていうね。ちょっと普段あんまり川遊びをもうこの年齢になるとすることってないので、うんうんうん、まあ川の生態系見られるっていう意味ではすごく恵まれたロケでしたね。ゆうやくん4つ目がある魚を見てどうでしたか？後ろにあるなんか目の模様でなんか子供を守るんかなみたいなをなんか、うんうん、あすごいイクメンやなみたいな思いました。そうなんです、あの模様にもね意味があるんですよ。実はその子育ての様子の映像がありますのでこちらをご覧ください。はい、こちらがその子育ての様子なんですが、オス親がもうずっと卵の近くでヒレを動かしてね新鮮な水を送ってるんですよ。新鮮な空気を。卵はどこ？ちっちゃい。あの卵ちっちゃいのが、そうですそうです。並んでるのが卵なんですが、敵が近づいてくるとあの模様の部分もガッと広げて正面から見ると4つ目があるように見えるからそれで威嚇をするんですって。なるほど、なるほどね。親にらみも環境の悪化などで生息数がねどんどん減少しているということですが、本当にこの絶滅危惧種がこんなにいっぱいいるんだなっていうことで私たちもこれからの生活に何か生かしていけるのではないかなと思いました。以上絶滅危惧種ハンタースペシャルでした。イエーイ。